朝鮮民主主義人民共和国の在外交換が設置されている国朝鮮民主主義共和国の在外交換の一覧は朝鮮民主主義人民共和国の在外交換の実感を一覧にして記す。未解決分断国家である一方で多数の国と国交を持つ。先方が未承認の国にも代表部的な機関がある。 朝鮮民主主義人民共和国の外交関係国数は160カ国で、在外交関数は49カ所である。大使館は、剣割交換も多く、大使級外交関係国数と、実関数とは一致しない。ロシア、中国など近隣諸国以外の領事機関の情報は、少ない。従来、旧東側諸国及び非同盟諸国を中心に、外交関係を樹立し、 旧西側諸国に在外交官は少なかったが、2000年以降、英国など多くの旧西側諸国との外交関係を樹立したことで、大使館の数も多くなった。1945年に、朝鮮が日本の統治から離脱した後米国、ソ連の南北分割占領地域においてそれぞれ政府ができ、その後1950年に朝鮮戦争発生。 そして1953年に締結された停戦協定継続中である未解決分断国家という特殊な事情から東西冷戦とも絡んで朝鮮の北あるいは南のどちらか一方を承認する国が普通であったためで南北双方を承認するあるいは外交関係を持つ国は少なかった事実上朝鮮戦争停戦相手である米国とは外交関係がなく 在外交換は設置されていないが、同国ニューヨーク州ニューヨーク市に本部がある国際連合に総代表部を置いているため、事実上存在する。1973年、世界保健機関に加盟したことで、国際連合に対しても常駐オブザーバー施設団を置けるようになり、1991年の正式加盟で昇格したものである。また、 フランスには1984年から総代表部を設置しているが、それ以前の1976年から同国パリにある国際連合教育科学文化機関に代表部を置いている。イタリアについては2000年に外交関係を開設したが、それ以前より同国ローマ市にある国際連合食料農業機関に代表部を置いていたため事実上存在した。 ドイツについては、東ドイツと1949年に外交関係を開設し相互に大使館を設置したが、ドイツ統一に伴い双方とも利益代表部に格下げされ、2001年に大使館昇格となるが、引き続き同じ建物を使用している。先方が国家承認していないことで外交関係がない日本には、在外交館は設置されていないが、 朝鮮民主主義人民共和国政府決定により、在日本朝鮮人総連合会が、朝鮮民主主義人民共和国の旅券や一部詐称を、発給できる機能を合わせ持っており、その事務所は事実上領事館代わりとなっていて、所在地自治体によって、領事関係に関するウィーン条約に基づく、領事機関とみなされ非課税であった。ちなみに日本とは、 非公式な政府間交渉関係を持っていて、公式な実感こそ設置しないものの双方の在中国大使館には担当官が配置されたびたび接触を図っており、同館は事実条件活代表部となっている。在英国大使館在ロシア連邦大使館在チェコ大使館在ポーランド大使館、ありがとうございます。